王樹官は、中華民国の政治家。法典派の政治家で、歴史後に、長学寮の副審を務めた人物である。字は、伊中、安。北京学知館で学び、卒業後は、法典省に戻り、清理財政局会員、託師司課長、軍海製造省長、被服省副省長を歴任した。中華民国が成立した1912年。 法典と特府秘書に任ぜられる。翌年1月、法典省南路観察士となった。1914年2月、法典栄光交渉員を兼ね、3月、良心堂動員となる。1915年3月、処理喫林貧乏堂動員に転じ、翌年4月、法典順安子代理に昇進した。5月、法典省財政庁長庁となり、 翌1917年9月まで務める。同年12月、国立交渉に移動し、流行道道員となる。1919年7月、国立交特軍が、法規教から孫烈心に交代するまでの残事では、あるが、特軍県証庁、森治を務めた。1920年、国立交渉財政庁長に起用される。百二十一年五月、 吉林特軍に移動した孫に随従して、王も吉林に移動し、財政庁長となる。7月、吉林政務庁長兼官銀行管理に任ぜられた。翌年11月、吉林特軍所秘所長となり、1924年、吉林省省長に昇進している。翌年2月、長作林により、東三省特別区行政長官代理に抜擢された。 朝作林死後の1928年7月、東北臨時保安委員会が組織され、王樹官も委員となる。また、法天派の代表として、北京に赴き、国民革命軍との和平交渉にも当たった。同年末の駅死を経た翌1929年、東北政務委員会が組織されるとその委員となり、合わせて、長学寮廃下として、 東北変貌軍司令長観光所秘書長長長に任ぜられた。1930年12月、国民政府委員、中国国民党中央政治会議員となる。翌年4月、陸海空軍副司令行営が北平に成立すると、副司令行営秘書長に任ぜられた。同年6月には、国民政府分官長を務めている。1932年、 軍事委員会北平分会秘書長に任ぜられ、翌年5月には行政院政務整理委員会政務所所長も務めている。1935年11月、国民党第5期中央観察委員に当選した。しかし、日中戦争勃発後に政界を引退し、電信に撤挙している。その後、重慶に移った。 戦後の1947年10月に、王樹官は、東北行長江政務委員会副主任委員となり、その翌年7月には、相当不国策顧問に招聘されたが、いずれも、実験のない官職であった。中華人民共和国成立後は大陸に泊まり、中央分子研究官官員に任ぜられている。1955年2月8日、天津市にて病没。 去年81、ありがとうございます。